問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください31番女の人が話しています山田さんはいつ来ましたか 今日テレビを見ていたら、山田さんが来たの。ケーキを持ってきてくれて、ちょうどコーヒーが飲みたいと思ったところだったから、一緒にケーキを食べながらコーヒーを飲んだんだけど、山田さんといろいろ話せて楽しかったな。電話をしてくれれば、掃除をしておいたのに。そうだ、宿題があったんだ。テレビを見ないで宿題をすればよかった。 山田さんはいつ来ましたか。三十二番。男の人と女の人が話しています。社長はいつ会社に出ますか。社長は三日に戻られますか。いえ、二日は延びるそうです。社に出るのはその次の日になります。 社長はいつ会社に出ますか。三十三番。男の人と女の人が話しています。女の人はいつ図書館へ行きますか。ちょっと図書館へ行ってくる。借りたい本があるの。今日は休みだよ。あの図書館、月曜日がお休みでしょう。 でも祝日と重なった場合は次の日が休みになるんだそっか明日は忙しいしじゃああさってにしよう女の人はいつ図書館へ行きますか34番。男の人が 秘書と話しています。男の人はいつ知人に会いますか明日の予定なんだけど、どこかで30分くらい取れないか。ちょっと人が来るもので。午前中は工場をご覧になって、その後11時半より昼食会。1時に支店から社員が来ることになっております。3時からは会議が2つ続いておりますので、かなり遅くなりますが、 昼食会の前か後に入らないかな。それは難しいかと。支店の社員との打ち合わせも長引くと思いますので、やはり会議が終わるまで待っていただくしか。いや、それでは遅くなるから、会議の途中というわけにもいかないし、支店のものを少し待たせるか。男の人は、 いつ知人に会いますか。三十五番。男の人と女の人が話しています。男の人はどのクラスに参加しますか。あの、そちらのテニス教室に参加したいんですが。クラスはいつですか。週一回のクラスで。 火、木、土、日の9時半から11時までとなっています。それから火曜日と木曜日は2時から3時半までのクラスもありますが、僕は土日は休めないんです。週の前半の方がいいな。それから午前中は空けておきたいから。男の人はどのクラスに参加しますか 36番男の人が説明を聞いていますこの人はいつまでに申し込みをしなければなりませんか留学の説明会ですねアメリカヨーロッパは5月16日アジアオーストラリアは5月18日に行われますインターネットからの申し込みはその2日前まで受け付けますが ハガキ、ファックスはそれぞれの説明会の一週間前が締め切りとなっておりますので、ご注意ください。わかりました。ありがとうございます。えっと、僕はオーストラリア希望。インターネットで申し込むから。この人はいつまでに申し込みをしなければなりませんか 37番夫婦で話していますどの旅行を選びますかあなたもパリに行きませんかだっていいわねねえこの金曜の夜出発ってのどうこれだと10日行けるんじゃないそうだけどこれは高すぎてダメだよ土日が2回入っているだろうだから高いんだよそうかじゃあこっちは 出発を二日前にずらすと、ほら、こんなに安くなって。水曜出発だと帰りが、えー、っと、金曜。次が土日でゆっくり休めていいんじゃないでも、やっぱりそんなに会社休めないよ。日程を縮めないと。そうね。二日縮めると金曜の夜出発で予算内なんだけど、でも初めてのパリだし。 高くても長くいられるのにしない。そうだね。そうしようか。どの旅行を選びますか。三十八番。男の人と女の人が話しています。女の人は。いつ本を返しますか。 木村さん、あの本読み終わった悪いけどもう少し借りててもいいかな仕事が忙しかったもんでこの土日で読んだらすぐ返すから実は来週の月曜日から3日間出張なんだ次の日は外でお客さんと会うから会社にはほとんどいないしいいよもっと後でそう私は来週の金曜日休暇を取ってるのごめんなさい会社に出たらすぐ返すわ 女の人はいつ本を返しますか三十九番女の人と男の人が話しています。話の内容と合うグラフはどれですかこのグラフ見て、花粉の飛ぶ量だって。花粉ああ、杉の木なんかから飛んでくる。 そうくしゃみや鼻水の原因朝早い時間にはほとんどなくて昼になるとこんな夕方は減るけどまた夜になると多く飛ぶんだそうね話の内容と合うグラフはどれですか 40番男の人と女の人がグラフを見ながら話しています女の人の好きなスポーツのグラフはどれですか見るのが好きなスポーツは何ですか20歳以上の人を3000人を対象に調査したんだってへえ。私の好きなスポーツはどうかな98年からしばらくはあまり変わってないけど 2002年からこんなに伸びてる。と言ってもまだ30%を少し超えたぐらいなのね「好きだ」って答える人もっと多いと思っていたけど女の人の好きなスポーツのグラフはどれですか